ビッグマム海賊団の本体と麦わらの一味、間もなく交戦を開始する模様。どうする？このまま攻め入るか？いや、まだだ。両軍が消耗した。麦わら、ビッグマム、これ以上好きにはさせねえ。さあ、来たぞ、ワノ国。船長、麦わらとビッグマム。そうか、俺様の狙い通りだな。バジェス、麦わらとビッグマムがやり合ってるうちにカイドウの寝首をかけ、これであいつもしまいだ。ウィー任せてくれ船長。よし、行くぞ野郎ども。四皇どもをまとめてぶっ飛ばして勝つ。ルフィ。ルフィがカイドウに捕まったと聞いて飛んできたら、このありさまだ。先例、ワノ国に黒ひげが上陸した模様です。黒ひげ、やはりこの木は逃さねえのな。俺はスモーカーたちと先行して黒ひげの動向を探る。ビッグマムを何とかしてくれ。雑かよ、食えない野郎だ。あれは麦わらの一味。麦わらを引き渡せ。来たか、ビッグマム海賊。戦闘準備だ。俺も手を貸す。ルフィたちが目を覚ますまで俺たちで持ちこたえるぞ。はい。心配ご無用、ルフィ殿は話す。大将がよ、そんな顔すんじゃねえ。悪いな、不安にさせちまった。約束だもんな。今あいつらをぶっ飛ばしてくるからよ。ご覧くだされ、桃之助様。
仲間のために立ち上がり、仲間を守るために戦う者、それこそが海賊。行くぞ、やろうぞ。Yeah.
っただと。麦わら、計り知れない奴だ。君に人気を譲ってやったんだ。感謝しろよ。どうだ助かって、ありがとう。ビッグマムに一泡吹かせるには、ルフィ
一斉に仕掛けるぞ。やったか。いや、確かな手応えはねえな。あの方はまた復活してくるはずです。今のうちに先を急ぎましょう。あ、行こう。あいつら許さねえ。どこ行きやがった、麦わら。ジハハハハ、邪魔ねえな、ビッグマム。てめえは黒ひげか。麦わらに手ひどくやられたか。おめえのイカレっぷりもどうやらここまでみてえだな。さすがに耳を疑った。あんたとカイドウがぶつかるって知ったときはよ、あんたら麦わらをめぐりお互いの戦力を消耗する。俺にとっちゃあんたらを潰す絶好の機会ってわけだ。麦わらの連中は予想以上にやってくれたぜ。大した苦労もなく四皇の首を取れる。誰もだ、あんたもカイドウもここで消えてもらう。老いたあんたらの時代はもう終わったんだよ。ふざけるんじゃねえ。俺がてめえみたいな若造に負けると思うのか。はい、使いやがどいつもこいつも骨がねえ。ティーチ船長、すまねえ、闇討ちは失敗だ。そこのババアがどうなろうと知ったこっちゃ。だがこれ以上俺の島で暴れよってんなら出しちゃおけねえな。なり揃っちまうとはさすがに分が悪い。裏返すぞ野郎ども。
死に損なったな、リンリン。まあいい。これで邪魔者は残らず消えた。おろろろろ。待っている？麦わらの小僧！この俺を怒らせたことを後悔させてやる。苔にしようなって許さねえぞ、麦わら。お前がどれだけ怒ってようと俺の邪魔は絶対させねえ。事情があるんだよ。
やってんだ。気合を入れ直せ。面目ないです。ありがとうございました。さて、俺はもう少し麦わらたちの戦いを見ていこうかね。雑魚に弱ねえ。Yeah!
したことねえな。よっぽど死にてえらしいな。弱えガキどもが束になってどうするつもりだ。ん？そうか、お前、あの大名の家臣か。いかにも。お主を討つため20年の時を超えてここに参った。亡き主君おでん様の無念、今日こそ晴らしてくれる。なめられたもんだな。おろろろろ、おい、そこの小僧、あの時のガキだな。覚えてるよな。俺との力の差もわきまえず、大勢の家臣とお前の母を死なせた父のことをよ。あのバカ殿の死に様を見たお前も同じことをしていやがる。力のねえ奴らを集めても俺は倒せねえ。お前は父と同じバカ殿だ。エミラ、覚悟はできてんだろうな。全員まとめてあのバカ殿のところへ送ってやる。
すぎなんじゃねえのか。やつの隙をついて一気に勝負を決めるしかねえな。私に任せて。世界をぶっ壊す世界最高の戦争を始めるならよ、てめえらをここでぶっ潰しちまっても面白くねえ。うわに次ぐ新たな四皇が誕生するなんてことは。
まことに。よい、金右衛門。ルフィには拙者がお礼を申す。ルフィ、拙者たちと一緒に戦ってくれて、かたじけのうござった。和の国も救われ、父上の志を継ぐことができ、本当に感謝の言葉もないでござる。桃之助様、ご立派になられて。あ、頑張ったな、桃。世界政府も慌ただしく動いてる。世界は大きく荒れるかもしれねえ。分かったよ。お前の仲間たちに挨拶してから出航するよ。こそ四皇をぶっ飛ばしてワンピースを見つけて海賊王に俺はなる。
海賊無双4